皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、こちらメインチャンネルなんですけども、たまにはね雑談でもしようかなと、今ね撮影を始めました。今帰ってきて間もないんですけども、なんか喋ろうかなと思います。前回ねプレゼント企画たくさんのご応募ありがとうございました。発送の方はねあと1名ね連絡来てないんですよ。明日までに来なかったらもう他の方になるかなとは思いますので、これを見てたらねぜひぜひ明日までによろしくお願いします。でね、なんでこの雑談を撮ろうかなと思ったかと言いますと、今ね忙しいのもありますしね、なかなか撮る時間もないので、たまには雑談撮ろうかなということで、サブチャンネルを全く動かしてないんですけども、こちらで行きたいと思います。ね、髪の毛もねだいぶちょっと慣れてきてね。でもね、ただ残念なのが帽子をね作業中は被るので、そこがちょっとね跡がついてしまうんですけど、なんとかまあこんな今帰ってきての状態の髪の毛なんですけど、こんな感じになりますね。でもやっぱショート楽でいいですね。で、シャンプーの二度洗いはやめました。はい。で、週にまあ2回ぐらいをトリートメントするようにしました。抜け毛がねやっぱ減った気がしますね。まあ短いし傷んでるところも美容室行ったばっかりだからないっていうのもあるとは思うんですけども、はい。なのでまあ良かったかなと思います。まあ、皆様に、またまたねリクエストを募集したいんですが、こないだね生配信の時にちょっと聞いたんですけど、すいません忘れてしまいまして、何かリクエストとかがありましたら、このコメント欄に残してほしいんですけど、一応覚えてるというかやろうと思ってるものはナイトタイムルーティーンと副紹介は、はい、時間のある時に絶対やるので、まあそれ以外、あとなんて言ってたっけ、ポーチの中身紹介って言ってたのも覚えてるんですけども、それ以外でねなんかあるかなと思って、なんかねネタ探しってなんかネタっておかしいんだけど、なかなか難しくて、で仕事中はねもう仕事として切り替えているので YouTube のことはあんま考えてないんですが、仕事が終わってバスに乗った時点で、何撮ろうかな、今日は何やろうかなっていつも考えてはいて、なんですけどね、なかなかこうね自分の思うように時間が取れないんですけど、なんかいろいろやりたいんですけどね、うん、でもまあとりあえず2日に1回3日に1回はね撮影して出して出るのでそこはいいんですけども、愛さんとのやつもね撮影もね個人的にはしたいし、まあ、メイク動画もねしたいなって思ってはいるんですけど、これは今まだ秋だから秋メイクって思ってはいても、なんかアイシャドウがねとかいつもね同じ感じなんでね、うん、変わり映えもしないと思うとメイク動画もなーって思ったり、でとりあえずリクエストがあればぜひぜひお願いしたいです。ちょっと面白いなと思ったんですけど、よく例えば私のこう視聴者さんのなんていうファンネームっていうのかな、そういうのってついたら面白いのかなとか思って、前ちょっとどっかで生配信だったか YouTube の生放送だったか忘れちゃったんですけど、そういうのあったら面白いねって言ってる方がいたんですよ。そういうのってつけた方がいいんですかね。何なの、何がいいんだろうね。でもさ1000人ちょっとのその
チャンネル登録者さんで、私にとっては大きいですけど、世間的にはどうだかちょっとわからないんですが、例えば生配信だと推しの方は、その応援してくださってる方は星をつけてくださいとか、青のハートマークをつけてくださいとか、そういうのやってる方が多くて、私は生配信は、いや、ちょっとやってるけど、まあ生主ではないので、YouTuber なんでね、そういうの必要かなと思ったり、ね、あったら、私のことが好きな方は、なんか名前の後ろとかでつけてくれちゃったりするのかなとか、これって調子に乗ってる発言になるのかな、わかんないけど、まあそういうのもちょっと面白いのかなってちょっと思ったりして、やっぱせっかく YouTube やってるから楽しく生きたいなとは思っていて、結構ね、まあ二足のわらじじゃないけども、結構ね8時間働いて YouTube やってっていう、まあそんな多忙な生活を送ってるんですけど、結構楽しくて、常に考えてることがあるというか、なんだろうな、まあもちろんね、リフレッシュもしたいし、とか遊び行きたいとか、なんか癒されたいなとか、こういう時に彼氏がいたりしたらどうなんだろうとかいろいろ考える時もあるんですけど、そういうものはさ、彼氏は突然できたりとかさ、なんかね、思いがけない時にできるかもしれないから、そこはまあ置いといて、多忙でもね、デートする時間ぐらいあるからさ。だからまあ、欲しいっちゃ欲しいんだけど、まあそうじゃなくて、まあ今のね生活結構疲れるけど嫌いじゃないので、充実感がすごくある、だから私はこんな感じでやってるんですけども、いやでもね、たまに平日ランチに行きたいなとか思ったりももちろんすることはありますよね。そういう、もちろんね、新しい地図とスマップは大好きなので、癒しですね。癒しなんですけど、また違った癒しも欲しいなとか思ったりしますね。どっかに出会いは転がってないものかとか思ったり。なんかこういうの雑談っぽくていいですよね。それで、こういう風に今ピンマイクを買って喋ってるんですけども、せっかくだったらなんかよく声をね褒められるんで、なんか癒されるとか落ち着くとかすごい言われたりするので、サブチャンネルの方でラジオ配信みたいのとか、あと読み聞かせみたいな、例えば絵本を読むとかさ、何でも多分いいと思うんだけど、寝れない方へ、寝れない方へみたいな、そういう、タイトルにして、なんかね、まあ、ラジオ配信じゃなくて、そう、読み聞かせみたいなのを始めたらいいのかな。だって、ラジオと雑談チャンネルって、顔出して雑談してるチャンネルだから、それがラジオに変わるだけだから意味ないのかな。なんかね、雑談チャンネルの方もちょっと動かしたいなと。はい。やっぱメインがね、やっぱ主だからメインばっかアップしてるんですけど、なんか、やっぱ雑談チャンネルも動かしたいなと最近思っていて、この雑談はちょっとたまにはと思ってメインに入れるんですけど、基本的には雑談は雑談チャンネルでやりたいと思ってて、でもやっぱり雑談だけのチャンネルだとなかなかこう動かないので、こうなんかね、少しずつ私がただ読んでるだけの
動画とか作った方がいいのかなとか、まあこういう風に顔出しをしてなのか画像にするかちょっと不明だけど、なんかね、まあ、わざわざそのために本を買うとかは、本を読まない人がもったいなくなるから、なんか策を考えて、それでまあ読んで、それを聞きながら寝てください、プラス雑談のチャンネルにしようかな。雑談チャンネルで何かを始めたいなっていうのもありますね。まあ普通に飲み物を飲みながら何かあったことを話すプラスラジオ配信、読み聞かせ。でもラジオって意味ないのかな。読み聞かせとか、なんかこの辺、図書館とかないしな。なんか策を考えて始めてみようかな。なんかちゃんと策を練ったら雑談チャンネルの方でまた始めますという動画を出させていただきたいと思います。こんな感じでね、いっぱい喋ったんですけど、結局は、そういうなんかファンネームじゃないけど、そういうのが必要なのかと、あとまあ、リクエストと、雑談チャンネルで新しいことを始めるかもしれませんっていう普通の雑談でした。料理動画かの方はね、なかなかちょっとね、今年はちょっと難しいかもしれないので、来年からこちらのチャンネルでやり始めようかなとは思っております。ね、料理を見たいっていうリクエストもいただいているので、それに応えたいとは思ってます。まあ参考になるならないとか、まあ私そんな料理好きと言っても包丁さばきがうまいわけでもないので、で最近忙しさに甘えて料理を作れてないので、そこをなんとかしたくて、そういう料理動画を作るのもいいかなと。で食べるまでちゃんとね、そういうのもやりたいなと、来年から動き始めようかなとは思っております。それはね、プレゼント企画の発想の方は、連絡次第で、来なければまた再抽選に、か、インスタグラムで、また、なんか呼びかけをすると思いますので、インスタグラムフォローしてない方、ぜひフォローよろしくお願いします。そちらでね、その方が、明日までになければ、また、再抽選と言いますか、まあランダムになるか、その動画はね、出さないんですけど、もし辞退するんで、あってもとりあえずメールはください。3人の中の方の方ではないのでね、もしかしたらいらないって思うかもしれないので、とりあえず連絡をお待ちしております。珍しくね、こう、ゆっくりとね、雑談チャンネルじゃない方で雑談してみました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram、フォローよろしくお願いします。YouTube の生配信は、投稿というね、コミュニティの方でやるときのみ、知らせをね、させていただいてるので、時間が合う方は遊びに来てください。ツイキャストふわっちの方は、本当に不定期なんで、いつやるかわかんないんですけども、とりあえずやっておりますので、フォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。